はい、こんにちは。今回はね、日産のフェアリー Z の、これは 260ZE の 2x2 というものなんですが、まあ、こちらでございます。で、この型のフェアリー Z、になった時期に、まあ、2代目というかね、まあ、後期型と言っていいのかもしれないね。まあ、その車が出るんですが、それが73年の、東京モーターショー出品車、要は東京モーターショーの時に、73年度の時に、まあ、まずコンセプトカーとしてこれが出たんですね。で、それがこの日産フェアレディ 260Z の 2x2 でございまして、まあ、あの説明の方に入らせていただきますと、初期の頃から特にアメリカ市場による要望の強かったリアシートのある Z 出演の実現で、ホイールベースが 300m 延長し、プラス2サイズのリアシートを新設していると。で、展示車は 2.6 ミリ以上のステータが、翌1974年1月に発売された国内仕様は2リッターモデルだったということでね、まあ、それが1974年の時に、この車が、まあ、出てきたと、モーターショーで出てきたんですね。で、まあ、トミカリビレットヴィンテージが後々ずっと先の話になって、ヴィンテージがね、まあ、古い車をもう一度こう作りましょうって話になった時に、まあ、もともと最初ヴィンテージってのはあのトミカで採用されなかった車を作るって最初宣言してたんですが、まあ、時代が変わってしまってね、10年近くですか、変わると徐々にやり方を変えてしまいまして、もちろんトミカにその1970年代の時に採用されなかった車種を採用してるのもあるんだけど、最近はどっちかっていうと、まあ、トミカに再現されていたやつをもう一度、まあ、同じ車種をこうちょっとアレンジするような形で作りましょうみたいな、そんな感じが出てきちゃってるんで、そこがね、まあ、ちょっと残念なところではあるかなと思うんですよ。で、その時の、まあ、東京モーターショーに出されてたやつを、まあ、作りましょうということで、出てきたんですね。といってももうこの型の Z はね、あの1970年代の時に過去にすでに、今ではまあ絶版になってますけど、トミカで出てたんだけども、まあ、そのモーターショーのやつはなかったのね。で、そこに、ヴィンテージのトミーテックが目つけて、まあ、あのモーターショーがあったから、まあ、それを作りましょうということで作ったんだね。で、当時はこんな灰色の車で、出てきたんですよ。ところが、まあ、この型の Z よりちょっと後になるんですけども、まあ、実際この年代の頃の Z っていうのは、見た目はすごく大きそうに、写真とかでね見る限りすごい大きそうに見えるんだけども、実際に見てみますとちっちゃいんですよ、これ。実際に見てみると思ったことでそんなに大きくない、あの、まあ、コンパクト化っていうか、まあ、それとほとんど変わんない。まあ、ユーノスロードスターとか、なんていうんですかね。まあ、そういった車だとほとんど変わんねえんじゃねえかってぐらいの大きさなんですよね。だからそれにまず驚かされるんですが、まあ、まあ、当時その大きさの枠の中、まあ、大きさ枠っていうか、そういう大きさの中で、まあ、こういう車を作っていたっていうのは、実にね、まあ、すごいことだなと思うんですよね。で、このように、まあ、内装なんかもこういうふうによく、できておりまして、まあ、こういうふうに、作っていました。今はね、こうナビなんかが出てきてるから、こういうメーターのところの操作なんかはナビでこう操作できるようになりましたけども、昔はこういうふうにね、あのスピードメーターのほかいろんなメーターがついてて、それがある意味スポーツカーの特有な部分だったんだけど、それがこうダッシュボード上についてたんですね。で、まあ、その頃の車をまあ再現したということで、非常にこれもまたね、まあいい感じのね、Z です。で、色も、当時の、実車にあった塗装を再現、あの作り再現というか、まあ、作りまして、で、それを、まあ、直接ボディに吹き付けて、完成されているので、まあ、ヴィンテージはそういうわけでどれもこれも値段がその分だけ高めに設定してあるんですが、
まあ、買ってそうはない、そういう車になっております。ですから、まあ、なかなかこれもこれでね、貴重なのでいいのではないかなというふうにね、思う車になっておりますけども、まあどうでしょうか。というわけでね、どうもありがとうございました。